お化けチームです。ここは2年連続この夏負けなかったということで11試合負けなしと、ここは明暗分かれます。夏とかじゃなくてもはや1年通してすごかったっていうね、はぁって話ですよ。それいけ丸松くん、ひろともです。今回の丸松くんは J3 過去のデータから見る夏最強チームはどこだ。そんなチームがあるんでしょうか。やっぱり東北のチーム弱いんじゃないの。なるほどね、はい、まあ、そんな予想もできますよね。過去にね FC 岐阜は長良川劇場と、呼ばれるシーズンがありました。これ J2 の時だったんですけれども、夏に全然負けないよっていうね、夏にもう超強かったんです。この夏に強いというのがどれだけシーズンに影響を及ぼすのか、過去夏に負けなかったチームは昇格圏にたどり着けていたのかどうか、これ J3 バージョンなんですけれども、そういったことが今回の動画で分かります。あなたが応援するチームはこの7月8月今どんな状況ですか。これを見てですね、ああうちはここに当てはまるから上位いけるよ、えそうなのみたいなことが分かると思いますので、最後までねじっくりとご覧ください。そういうわけで丸松くんではですね、J3 のデータから、これからの J3 を予想していく動画をどんどんアップしております。気になった方、そして気に入った方、チャンネル登録よろしくお願いいたします。丸松、今回もですね2014シーズンから2021シーズン、昨シーズンまでの J リーグの公式の、データから、そのシーズンの7月8月に行われた試合の中で1回も負けなかったチームを、1つずつですねこう書き出して、あここ負けた、あ負けた、全部勝ちましたみたいな感じで僕が 1つずつちまちまやりました。その結果ですね、各シーズンに1チームは最強チームが出現するということが分かりました。それでは見ていきましょう。まずは J3 が開幕した2014シーズンから見ていきます。1回も負けなかったチーム、ガイナーレ鳥取です。このシーズンは7月8月に5試合あったんですけど、3勝2分け0敗、特徴としてはねホームでは負けてないんですよ。でアウェーでしっかりと引き分けを取ってきたというシーズンになります。鳥取はこのシーズンもですね12チーム中結果4位になりました。2015シーズン見ていきましょう。2015シーズンは8試合あるんですね。ここのシーズンは夏に試合がギュギュッとあったっていうシーズンです。1回も負けなかったチームはレノファ山口、ただ1試合ねお休みっていうのが入っているので、まあ、トータルすると全部で7試合なんですが、驚異ですよ、6勝1分け0敗なんです。勝ちまくるというですね。そしてねさっき栄一君がちょっと言いましたけども、東北のチームは暑いところ弱いんじゃないの、逆に考えると暑い地域のところは夏強いんじゃないのっていう話でしょ。ね、そんなね琉球にはですね5対0で勝っているっていうね、もうとんでもないあの夏強そうなチームに山口がボコボコに勝ってるっていうのがあるんですけれども、はい、そのシーズンはですね山口は25勝3分け8敗という驚異の、スコアを叩き出して13チーム中トップで、J2 昇格を果たしているということになります。もう本当まさに夏の強さがねそのまま反映されたようなシーズンが2015シーズンです。代わって2016シーズン2チームも1回も負けていないチームがあります。ここは15節から20節までの全6試合になるんですが、盛岡そして栃木、ただこの負けなかったといえども3勝3分け0敗だから引き分けをしっかりと取ってきたというね、戦いなんですね。栃木はですね5勝1分けということで、こちらは勝ちを重ねた0敗ということなんですが、ここでね大きく差が出ます。3勝3分けで、夏を折り返した盛岡はですね全16チーム中13位、栃木は16チーム中2位なんですね。代わって2017シーズン静岡の強さというところですね、夏の静岡が熱かったということでございます。沼津と藤枝が1回も負けていません。で沼津はですねしっかりと夏の6試合を戦いまして2勝4分けという、沼津はこの年ずっと強かったんですね、17チーム中3位と。そして藤枝はですね1試合お休みがあるんですけれども4勝1分けだったんですが、まあ、7位という結果だったんです。2018年はですねこれなんと3チームも沼津、北九州、琉球という来ました。
熱いチームが猛威を振る。沼津は2年連続この夏負けなかったということで、夏だけで言えばですよ、11試合負けなしということになりますね。ただやっぱり2018シーズンも沼津はですね2勝3分け0敗ということで、引き分けをしっかり夏に取ってくるっていうね、だからこう耐え忍ぶことができるチームっていうことなのかもしれないですね。14勝10敗8分けで、まあ、シーズンとしては17チーム中4位と。北九州は2勝2分け、琉球は4勝1分け0敗ということで、ここは明暗分かれます。北九州夏負けなかったのに17チーム中17位、琉球夏負けなくて17チーム中1位という。だからね、夏の戦い関係ないのかなってここだけ見ると思っちゃいますよね、うん、1位と17位がいるわけですから、不思議なんですよ。まあただやっぱり1位になるチームを勝ちちゃんと重ねてるっていうのは分かりますよね。続いて見ていきましょう。2019シーズン夏最強チームは群馬です。7試合中5勝2分け。この時の群馬の勝ち方っていうのが大体が複数得点なんですよね。セレッソにホームで勝った時は5対1とかで、ホームの長野戦は3対2で、ホームの YS 横浜も3対2ですね。取られてもちゃんと取り返すことができる攻撃的なチームが夏に猛威を振るったということになります。夏だけで群馬の得点ですよ、17得点なんですよ。もうめっちゃ取ってる。ただまあ失点は8あるんでまあまあ多いんですけど、18チーム中シーズンは2位で終えております。昇格圏ですね。で2020年、開幕が6月の27日だったんですね。もうほぼ夏ですよ。で2節から12節までが夏にギュギュッと詰め込まれた。すっげえ多い。これはですねめちゃくちゃあるので、いやさすがにないだろうと。こんな10回も勝つチームなんてないです。ないだろう。秋田がいました。28試合無敗のチームがおりましたと。ゴリゴリの東北じゃないそうなのよ。夏とかじゃなくてもはや1年通してすごかったっていうね。夏の戦い、むしろ開幕からもう夏としてもいいですよ。11試合でも9勝2分け、シーズンで言っても21勝10分け3敗、負けた3敗は後半にポンポンポンとなっただけ。はぁ、あ、って話ですよ。次元が違う。次元が違う。お化けチームです、ここは。すごい。文句なしの18チーム中1位です。うん、はい。もうほんと、ちびれぐらいの勢いでした。11試合見まして、そのうち、開幕から6試合全部クリーンシート。1点決められクリーンシート。1点決められクリーンシート。1点決められお休み。どんだけクリーンシートなのって話なんですよ。1点決めるのも辛いぐらいの夏の爆発的な強さ。いいえ、2020年の爆発的な強さ。秋田さん、変わって2021シーズン夏にオリンピックがあったということで、まあ、夏の試合が3試合だけだったっていうのがあるので、まあ、負けてないチームもそれ相応に多いと。9月も入れますと鹿児島、沼津、熊本、の3チームになるんですけど、7月8月だけで言えばここに長野富山が入ってくるということになるんですね。その中でもまあ特筆すべきはやっぱり熊本、これは15チーム中1位になっております。でもねここはね3連勝っていうチームはなかったっていうのが特徴的かもしれないですね。丸松、夏最強チームに認定された負けなかったチーム16チームのうちなんと6チームが昇格圏に入れるんですよ。半分とまではいかないけど、まあ、3割近く3割強ですね、上位に入ることができるんですよ。だからやっぱ夏の戦いってのはすごく重要。そうで、その中で言えるのは夏の戦いで負けないことももちろんだけど、ずいぶん勝って折り返すチーム、上位、食い込む可能性高くなるよっていうね。やっぱり勝ちを重ねて夏に相手を引き離す、涼しくなったらもっと動きも良くなるっていうことが往々にあるよということなんですね。いかがでしょうか。今年はちなみに何試合、夏は2022シーズンの J3 は7月の2日3日の第15節から8月の27、28までの、22節まで多いんですよ。8試合しかもね、うん、今年もう梅雨明けしましたよ。そうなんですよ、そこなんですよ。梅雨明けがもう6月のうちにしている中でね、7月8月暑くなること必至、
暑さはね、すぐポッと浮かぶわけよ。夏って他ってなんか何が肝となってくるんだろう。あ、でも多分そのここ数年は暑すぎると試合の真ん中で給水してくださいねっていう時間がある。これまでのその JCB の最初の時とは違って、給水タイムのタイミングで監督からの指示が受けられるっていうことで、そこで立て直すっていうことができるようになったっていうのは、もちろんこの戦い方の中で一つ、変化としてはあると思います。で、ただ夏によくあるのは日中に試合をしない、ナイターで試合をする。光量、光によってやっぱり目の見え方って若干変わってくると思うんです。僕がサッカーやった体感だと、やっぱり昼間にやるのと、夜にやるのではちょっとやっぱ違うんですよ。やっぱ見えづらい、見えづらいんです。外的要因、内的要因、さまざまある中で、それでもコンスタントに勝てるチームっていうのはやっぱり人気があるチームなのかなっていうのは、一つあるのかもしれないですね。これは素人考えですが、誰でも夏バテもすると思いますし、となると選手交代、誰と誰を変えてっていう采配というところ、監督というところも夏の戦いは大きく結果を左右するのかなというのが、丸松くんの見解です。で、この動画をアップすることには、まあ、2試合3試合、終わっていることでしょう。そのタイミングで2連勝ないしは負けてないっていうチームがあったら、ここ要チェックです。しかもそれが上位でいればなおチェック。そこはシーズン終わったタイミングでこのまま負けずに夏をクリアすることができれば上位に行ってる可能性は高いよっていうことになるかもしれませんね。だから自チームがそうであることを祈って、この夏の戦いを注視していただければなと思います。